サボイでストンプっていう曲なんですけど、このバンドのテーマにしております。この店もサボイって言うんですけども、それで、今月からですね、ミュージカルコメンテーターっていうことで原さんにいろいろ研究してきてもらって説明してもらいますので、何かあります？このサボイっていうのはニューヨークのハーレムにあった有名な職場で、ボールルームというかダンスホールだったんですね。その名前のサボイっていうのを取って、このストンピングアーツはサボイっていう曲を作ったそうです。クレジットとしてはベニー・グッドマンが作った、そんな曲で、ストンプって書いてあるんですけども、実際のやつはスタンプって言って、ジャズの踊りみたいな、そういうことだそうです。で、サボイで踊ろうみたいな、そんな感じの曲です。いいですか？はい。そんなわけで、今年から、今年からじゃない、今回からいろいろ曲について説明してもらいます。ターミー原でした。じゃあ1曲、今のテーマですね、この1曲目お送りします。演奏曲なんですけど、キャンディーって曲をお送りします。昔からある曲なんですけどね、ちょっと出どころが分かんないんですよね。作曲家とかそういうのが分からないんですけども、ただジャズ系のバンドでは結構よく演奏される曲なんですね。コード進行がやりやすいのかな、なんか曲の作りがジャズ向きなのかもしれませんけれども、割合とシンプルで綺麗な曲で、キャンディーって曲をお送りしたいと思います。いきます。Thank you.
ルート大川春美。ドラムスしんちゃんです。トロンボーン J. ジョンソン、それとあと紹介してなかったので、アートサックスももちゃんです。私柳川仁と申します。よろしくお願いします。今日はなんかちょっとさっきやってみたらなんとなく4ビートっていう表現してるんですけど、ジャズ系のリズムの曲が多いんですけれども、その辺はご容赦ください。適当にやってますので、じゃあ続きでじゃんじゃん行ってみたいと思います。次はですね、バードランドの子守歌、子守歌という曲だ、ラドバイオブバード、違いましたどうかしました。次はキャバレーって曲なんですけれども、原さんよろしくお願いします。キャバレーっていうのは皆さんご存知だと思うんですけど、フランス語で、居酒屋みたいな意味なんですけども、これはもともと
ヨーロッパの居酒屋は反社会的な雰囲気の中で、シャンソンだとかあるいはあの芸術だとか小説だとかとやってるその仲間が集まる。で、あの本格的にそのキャバレーっていうのが場所として出たのはなんか1881年にモンマルトルにシャノワールという黒猫というのが誕生して、あ、シャノワールね、あのやっぱりそこでもあのシャンソンや寸劇をやって広めたそうです。で、今あの我々がキャバレーってイメージしてるのは1989年にあの同じくあのパリでムラン・ルージュがあの出まして、あの赤い風車っていうんですか、これがあの最初で、で戦後にあのリドっていうのができて、あの非常にそのキャバレー社会っていうか、あの女性の接待があるそういう飲み場所が流行ったということです。で、日本ではあの、1945年のちょうど戦争が終わった頃にあのオアシス・オブ・銀座っていう銀座にあのキャバレーができまして、それが進駐軍専用のキャバレーだったんですけど、そんなあの歴史があるそのキャバレーです。で、アメリカは なんかキャバレーって言わないでそのナイトクラブって言うんだそうです。あまりキャバレーっていうのは使わないっていう。で、この音楽の方のキャバレーなんですが1966年に、ブロードウェイのミュージカルで、このキャバレーっていうのがあの、まあ、上演されて、キャバレーで働く女性の歌手と、青年のあれかな小説家かなその恋の恋と迫力を描いて、1972年に皆さんご存知のあのライザ・ミネリー の映画化をされたということです。で、まあ、そんな中で今日はあの曲の方のキャバレーを皆さんにお送りしたいと思います。以上です。ありがとうございました。キャバレーというとね、日本だとちょっとあの会社帰りのおじさんが酒飲みに行って昔は言われたホステスさんを相手に飲むとこみたいな感じですけど、向こうはそうでもなくてもっと明るいところでね、子供まで行って一緒に行ってご飯食べたり、まあワインなんかも出ますけど、そういうところが多かったんですよね。今でもなんかあの10年ぐらい前はキューバに行ったらそういう店があってちょっと行ったことあるんですけど、みんな踊ってるんですよね。それで僕もこういう世界にいるから結構あのダンスパーティーとかそういうのは行ったことあるんですけど、踊らないんです。バンドはやった後疲れちゃうから踊ったりしてないんですよ。でもその時はあ踊りを覚えとけばよかったななんて思ったんですけどそういう感じのキャバレーなんですけれども、この歌の方はですね、あのうちの中にあのまあ置いてあるあの昔だからあの編み物、おばさんが編み物とかしてますよね。編み物とかね、ほうきとか掃除のほうきとか本なんかあるんですけど、そういうのはちょっとほっといて休みなんだから外に行ってキャバレーに行って、音楽を聴いてワインを飲んだり食べたりして楽しもうっていう曲なんです。そういう歌詞の内容なんですけども、そのキャバレーって曲をお送りしたいと思います。お客さんが。ワン、ツー、はい。それではキャバレーって曲をお送りします。ワン、ツー、ワン、ツー、スリCould be sitting alone in your room. Come hear the music playing. Life is a cabaret, old chum. Come to the
キャバレー Put down the knitting The book and the broom Time for a holiday Life is a cabaret Old chum Come to the cabaret Come taste the wine Come hear the band Come blow the horn Start celebrating Like this when your table's waiting No use for meeting Some prophet of doom To wipe every smile away Life is a cabaret Old town Come to the cabaret後ろにこけそうになりましたけど、なんとか無事に行きました。それでは続きまして、先ほど申し上げましたバードランドの子守歌、子守歌って曲なんですけれども、これは、なんだっけ、名前付けたばかしで、ミュージカルコメンテーター原さんどうですか。これは歌で、あのサラボーンっていう、私も歌ってあります。あの三大ジャズ女性シンガーの一人ですかね、のが歌った歌で、ジョージ・シリアーノって人の作曲だと言います。この、バードランドなんですけども、あのさっきのサボイと同じように、ニューヨークのジャズクラブの名前です。でそのジャズクラブのオーナーのためになんか作った曲だそうです。でもこれ、あの、ギタリストだとかピアニストだとかっていう人が、あの結構アレンジして、あのこの曲にしたっていうことなんだそうです。まあ、あのそんなことでサボイと同じ頃バードランドっていうのを、あの覚えていただくのと聞いていただきたいと思います。アイデさん、はい、そのサラボンド歌ったあのララバイオブバードランドだったら、あのジャズの、まあ、レコードの中でも結構有名なやつなんですけどね、クリフォード・ブラウンっていう当時、まあ東大随一のバンドの伴奏でやったんですよね。クリフォード・ブラウンという30何歳で亡くなった天才トランペッターなんですけど、
その名盤の中に入ってます、バードランドの子守唄って曲で。それでバードランドっていうのはさっき言ったようにあのニューヨークのクラブなんですけど、バードっていうのはあのやっぱしモダンジャズっていう言葉が始まった頃にあの一番中心になった人で、チャーリーパーカーってアルトサックスがいるんですけど、彼のあだ名がバードって言うんですよね。なぜバードかっていうのはちょっと分かんないんですけれども、そのバードがしょっちゅう言ってたので、バードランドっていう曲、あれあバードランドって曲あの店になったんですね。ニューヨークのマジソンスクエアガーデンのあたりにあります。六本木にもありますよね、バードランドってね、同じ店だ。そのバードランドの曲でララバイオブバードランドって曲をお送りしたいと思います。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。 Lullaby of the rams that swallow always here when you sigh. Never in my world run could there be ways to live you. In the face how I feel. Have you ever heard to be like when they laugh? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a whip your way wrong. He really knows how to cry. That's how I cry in my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, round and round and round, whisper all, kiss me sweet, and we'll go flying high in bird round, high in the sky up above, all because we're here. Thank you.
In a face I love you, have you ever had to talk to them? Feel like when they love, that's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a way we always love, he really knows how to cry. That's how I'd cry in my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby of a grand whisper, kiss me sweet, and we'll go flying high in the ground, high in the sky up above, all because we're in love. ちょっと打ち合わせしてたのと間違えました私が。打ち合わせを1時間前にちょっとやったんですけど、息順を間違えまして他の人に私がやるところをやらせてしまいました。次はですね、はい、次は「墓場」って曲をお送りしたいんですけれども、何かコメントお願いします。この墓場は皆さんご存知だと思うんですけども、香港を舞台にした映画で有名になった曲で、「Love is a Many Splendid Thing」っていう曲です。これ1955年に映画を作りまして、実際はこれ実在の小説から取ったやつなんですけども、その実在の小説はどこだったかな、ベルギーと中国の混血の女の人の物語だったんだと思うんですけども、この映画の内容はイギリスと中国の混血の女性が主人公で、アメリカのジャーナリストの青年と恋をして、その青年が亡くなっちゃうんですけども、不倫なんですよね、結婚してる人と恋に落ちるっていう物語で、フォー・エイセスっていう人がその映画では歌ったんだと思うんですけども、コニー・フランシスだとかアンディ・ウィリアムスだとかフランク・シナトラだとかナット・キン・コールだとかいろんな人がこれカバーしてる曲です。香港舞台に撮った映画ということですね。1949年が舞台かな。そんな主演の女優の人は何という人でしたっけ？ジェファニー・ジョーンズかな。ジェファニー・ジョーンズ。ジェニファーとジェファニー。ジェファニー・ジョーンズだと。ジェファニー・ジョーンズですか。男優はよく覚えてるんですけど、ウィリアム・ホルデンですから。いや、顔がなんかすごく不思議な顔してて、やっぱし白人と東洋人っていうか中国人のちょうどうまく混じったような顔してて、すごく素敵な顔してましたね。私が見た写真。映画の主人公もイギリスと中国の混血だったと。ああ、だからよく選んだなと思った、そういうの。で、その曲をお送りしたいと思ったんですが、このリクエストを前にいただいた人がいて、それでお送りしようとしたんですけど、今日来てないですね。もう一応やることにします。で、ドラマチックに最初ドラムの人にやっていただく。One, two, three, four. Love is a man's friend. If the apple rose, then only grows in the early spring. Love is nature's way of giving a reason to be living. The golden crown that makes a man a king.So
windy hill. In the morning mist, two lovers kissed and watched us still. Then your fingers touched my silent heart and told it how to sing. Yes, two loves, how many splendid things.歌唱力では歌いきれない曲なんですけれども、一応リクエストで頑張ってやってみました。それではですね、今日皆さん、あれ違いますよね、譜面の順番が違ってたんでね。赤い帽子かぶってますので、はるちゃんにですねクリスマスの歌を歌っていただきたいと思います。知ってる人は少ないんじゃないかと思うんですけどね。先にじゃあ原先生に喋っていただいて、はるちゃんから今のアドバイスがありました。実はミュージカルコメンテーターの原さんに喋っていただいて、本当はこの曲を歌う予定じゃなかったんです。ジングルベルロックっていうこと曲をやろうとしたんですけども、実は今月に入りまして、この曲がビルボードのホット100かな、全米チャートで1位になったんですね。でそれがこれブレンダリーっていう子が13歳の時に歌った曲なんですけども、65年にして初めて全米で1位になりました。今いくつですか？今は79です。で13歳の時に歌った時は14位だったんですね。でそれが2019年に3年4年前ですか、2位になりまして、この曲が12月にやっぱしビルボードのあれで、でそれから4年ずっと3年かずっと2位で来てたんです。で3位に先ほど言ったジングルベルロックっていうのがあったんですけども、で1位はマライア・キャリー の小人たちのサンタクロスですか、これがずっと2019年から1位だったんですけども、今年逆転しまして、これがその65年ぶりに全米で1位になった。でこれは新記録だそうです。で79歳で1位になったっていうのも新記録ですし、60何年ぶりもそうだし、それから79歳の前は、ルイ・アームストロングだったかな、ルイ・アームストロングが歌った、ハロー通りかな、これが63歳の時に歌って1位、63歳の時に1位になった。それが新記録だったらしいんですけど、79歳で塗り替えたって言います。だからブレンダーリー自身は何の曲だったかちょっと覚えてないんですけど、全米で1位になったことありまして、
マレデザさんってやつ。あ、でそれ3週連続1位になったんですよ当時。でこれがあの今週の結果で3週連続1位になるとこの曲がですね、あのまたそのなんて言いますか塗り替えるという更新するというそういうような感じで、あの急遽あのこの歌を演奏しようというのが先週決まりまして、あのこの歌を演奏することになりました。あとはあのジンに任せます、そう喋ってるあの原君も1時間前にこの曲を初めてやるって言われたんだね、やってみましょう。とりあえず演奏から演奏からみんなで、そうそう、打ち合わせをもはい、これイントロなしで打ち合わせしたのを持ってきました。最初は、うん、最初はバンドで演奏でしょ、次はるちゃんが歌って、それからフルートとピアノ、それからボーカルで、うん、コーラスでいきたいと思います、はい、いいですか、ワン、ツー、ワン、ツー、フリNew or fashion day.
はい、どうもありがとうございました。大川晴美さんでした。ロッカーランロッカーランザクリスマスっていう曲ぴったりですね、晴美さんに。それでは最初のステージももうあっという間ですね。あと1曲やって少々休憩いただきたいと思います。あれこれナイトンで含めいったけ、ジョンソンさん来てます。昼も夜もって曲、あなたを愛し続けますって曲なんですけど、ナイトンですよ、ナイトンで、なんか紹介してくださいこの曲を。まあ題目のように昼も夜もっていう曲で、昼も夜もあなたのことを考えていますというか思っていますっていう曲です。やっぱそうですか。コール・ポーターって人がなんか作詞作曲したんだそうですけど、これも1932年にミュージカルで陽気な離婚っていうかのために作った曲です。フレッド・アステアというのが主演してやったミュージカルですね。歌はエラ・フィッツ・ジェラルドっていうんですか、これも女性ジャズシンガーの三大シンガーと言われる一人 の, サラ・ポンとこのジェラルドと、そのジェラルドが歌った曲だそうです。私もよく知らなかったんですけど、いろんな人歌ってますね。いいんですか。はい、はい。じゃあ「ナイト・アンデー」って曲をお送りされてます。はい、ピアノで見てください。Night and day, you are the one. Only you, beneath the moon and under the sun. Whether new to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of night and day, day and night. Why is it so?That is longing for you for us, wherever I go. In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you. Night and day, night and day, under the height of me, there's an old such a hungry, yearning, burning inside of me.And a storm won't be through till you let me spend my life making love to you day and night. Night and day.
does the hide of me? There's an old such a hungry yearning burning inside of me. And it's tormenting one big group till you let me spend my life making love to you day and night. Night and day, day and night. なんか一部ではちょっと偶然なんですけど、ちょっとジャズっぽいのが多かったんですが。2部の方は半分ぐらいは夏メロを含めたクリスマスソングをお送りしたと思います。知らないクリスマスソングもあると思うんですけれども、あとはラテンの曲とか、あとはもう一つはちょっとなんか、うん、難しいな、これジャズでは難しいジャズなんですけど、それをちょっと少し分かりやすい感じにアレンジした曲をお送りしたいと思います。それでは2回目のステージ始めますので、最初は私が好きだったジャズ系のあるんですけど、テナーサックスでジョー・エンダーソンという人が作った曲なんですけど、ママシータっていう曲なんですけど、はい、ママシータってなんだっけな、あれは日本語の題名、ドンデスタサンタクロースって、ドンデスタサンタクロースってママシータドンデスタサンタクロースって歌があるんですけど、その一番最初の歌詞がママシータって言うんですよね。どういう意味なんでしょうね。可愛いセクシーな女の子みたいな、可愛い子ちゃん。あ、そうかそうか。シータってイータっていうのがスペイン語で、うん、その可愛らしくこう表す言葉で、ね、例えば皆さん知ってるかもしれない、ボニートとかボニータとか、後ろにいるね、コーヒー売ってる一番奥にいる奥さんがね、ボニータキヨちゃんって名前つけたんですよね。あ、キヨボニータ、ボニータは女性です、ボニートが男性、ボニートは男なんじゃから。ただ割と俗語でセクシーな色気のある女みたいな、あ、そんな意味があるようです。じゃあ誰でしょう。川田恵子さんあたりかな。セクシーなね、はるみちゃんかな。それで、ママシータ時やります、やんないの、はるちゃんやんないの、最後だけだから。あ、分かりました。最初はじゃあ演奏の曲で、これはまあ変な曲なんですけども、一応中身はブルースです。ブルースっていうか単純なブルースの曲なんですけれども、それをちょっとやや、まあ、ラテン調な感じでお送りしたいと思います。ママシータって曲をお送りします。
はい、ママシータという曲を、トロンボンの J.A. ジョンソンを中心にお送りしました。続きましてですね、あ、じゃあクリスマスソングやります。一応3曲4曲ぐらい用意してあるんですけど、多分皆さんが知ってるの半分ぐらい知ってればいいんじゃないかと思って、一応クリスマスって言ってもなんかいろんなのあるんですよね。ただ皆さんが知ってるクリスマスソングでいいのはいっぱいあるんですけど、全部やりきれませんのでちょっとだけやらせてもらいます。で、最初割合と皆さんもご存知の方も多いんじゃないかと思うんですけど、ママがサンタにキスをしたっていう曲ですけれども、何かあります？この曲は、1952年にジミー・ボイドというのが13歳の時に録音したそうです。でこれも同じ年にビルボードのチャートで1位取りました。でクリスマスソングで1位取った曲って3つしかないんですけども、さっきはるちゃんが歌った1つなんだったっけそれとマライア・キャリーの恋人たちのサンタクロース、それとこの、ママがサンタにキスしたっていうこの3曲だけなんですね、ビルボードで1位になった。だから結構これも有名な曲です。ママがサンタにキスをしたっていうのはなんか言い伝えで宿り木っていうんですか、クリスマスに使う木の、うん、その宿り木の下で男女がこう行き合ったらばキスしなくちゃいけないんです。なんか言い伝えというか習慣で、でそんな時にそのママが宿り木の下でサンタに会ったんでキスをしたっていう、そんな言われていますかの曲だそうです。そういう説もあるみたいなんですけど、歌詞はね違うんですよ。なんかね、ママがね、僕が眠ってると思って本当は階段の下に隠れてたんだけど、そしたらお父さんにキスしたって言うんですよ、ね、それお父さんがそれ見たら本当に笑うだろうなっていうところがいやらしくなくていいんですけどね、うん、アメリカらしくて、この歌詞はそういう風になってます。それでこの曲は結構ジャズ系の人はね割合と好きなんですよね。なんとなくこうジャズのビートで合いそうな感じがするので、ちょっとそれっぽくやってみたいと思います。ちょっと一言だけいいですか？はい、どうぞお願いします。皆さんサンタクロースっていう言葉の由来ってご存知ですか？これはオランダ語なんですね。で聖ニコラスっていう人がいて、それをオランダ語にすると、シンタクラースっていう発音になるんです。でその人がなんか昔その貧しい人を助けるためにお金をその煙突ですかから投げ入れたらばそのうちの靴下、暖炉に干してあった靴下に入ったということで、その人がこう祀られて聖ニクラスって人が、でこの名前を取ってサンタクロースなんだそうです。以上です。はい、ありがとうございました。じゃあママがサンタにキスをした I saw mommy kissing I saw mommy kissing Santa Claus って曲をお送りしたいと思います。I saw mommy kissing Santa ClausUnderneath the mistletoe last night, she didn't see me creep down the stairs to have a peek. Before that, I was stacked up in my bedroom first asleep. Then I saw mommy tickle Santa ClausUnderneath his beard so snowy white. Oh, well, well, it would have been if Daddy had only seen Mommy kissing Santa Claus last night.Thank you.
せ、まこちゃん。I saw mommy kissing Santa Claus underneath his mistletoe last night. She didn't see me creeping down the stairs to have a peek. She thought I was tucked up in my bedroom past asleep. Then I saw mommy tickle Santa Claus and his hid beard so snowy white. Oh, well, I love it would have been if Daddy had always seen Mommy kissing Santa Claus, kissing Santa Claus, kissing Santa Claus last night. ママがサンタにキスをした。あ、今日はね、あの迷った挙句、あのハワイのクリスマスの歌置いてきました。ハワイのクリスマスはグリーンクリスマスって言うんですよね。で、一番有名なのはホワイトクリスマスで、これから歌うのはブルークリスマスっていう曲なんですけど、ブルーってのはあのブルースに通じるブルーで、あのまあご機嫌があんまりよろしくないのをブルースっていうか、悲しいとかそういうのをブルーって言うんですけど、そのブルークリスマス、私はあのビル、あ、じゃあ違った、エルビス・プレスリーしか覚えてないんですけど、原さんどうなんですか、これは。あのエルビス・プレスリーで有名になったんですけども、もともとはあの1948年にカントリー歌手の、ファーネスト・タブっていう人がリリースして出まして、あんまり流行らなかったんですね。で、エルビスが1957年にあのカバーしてこの曲を歌いまして、レーナーの陣が言ったブルーハワイの中でエルビスの主演の歌ってヒットしたっていう感じですかね。あの結構あのいろんな人がこれセリーヌ・ディオンだとか、あのいろんな人がカバーしてるそうです。で、陣がさっき紹介したように、あのクリスマスシーズンを前に、恋人と別れちゃって一人寂しくブルーな気分な感じを歌ってるっていうようなことみたいです。以上です。じゃあこの曲を、最初私の歌で、次は、はるちゃんがやるんだね、それで、ジョーソンさん、1、2、3、一応1時間前に打ち合わせしたんですけど、すぐ忘れちゃいますので一応確認してみました。ボサノバでやってみたいと思います。So blue, thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree. What mean a thing if you're not here with me? I'll have a blue Christmas, the sudden.And when that blue heartache starts hurting, you'll be doing alright with your Christmas of white. But I have a blue, blue Christmas.
without you. I'd be so blue. Memories start growing. You'll be doing all right with your Christmas of white. But I have a blue, blue Christmas. But I have a blue, blue Christmas. But I have a blue, blue Christmas. どうもありがとうございました。今歌詞を3段目いったら間違えて半分から後ろの方に行っちゃったので、2番は半分しか歌えませんでした。正直な私なんですけど、時間が少なくて済んだ。もう一つ、またしつこくクリスマスの歌なんですけど、結構みんなさ知らないかもわかんないですけど、いろんな人が歌ってるんですけど、これなんか、もともとはなんかブルースミュージシャンのチャールズ・ブラウンですか、そうがリリース1960年にリリースしたそうなんですけども、いろんなボンジョービだとかいろんな人がなんかカバーしてるそうです。それで、1978年に、全然ムードが違う曲って言いますか、ロックみたくしてイーグルスがリリースしてなんか大ヒットしたっていう曲です。歌詞の中はクリスマスの鐘が鳴り響くと楽しい話ばかり耳にする、でも僕は憂鬱だみたいな、なんかそんな感じなんですか。そうですね、タイトルが Please Come Home for Christmas って曲なんですけれども、日本語の題名が2人だけのクリスマスっていう題名がついてるみたいなんですけど、ね、この78年にイーグルスが流行らしたんでしょう。その頃僕は車に乗ってる時によく当時は FEN って言ったんですけど、米軍向けのラジオ放送の時に12月になるといつもこの歌がかかってたんですね。で、なんか感じるものがあっていい歌だなと思って覚えてたんですけども、それを引っ張り出してきました。アレンジはこちら風にしてあるのであれなんですけど、曲はブルースってさっきも申し上げましたように、ブルースってどっちかというと悲しい曲なんですね。で、あなたはいつもどっかさまよって歩いてて、せめてクリスマスには戻ってきてほしいってお願いしてるんですけども、クリスマスでダメだったら正月には戻ってきてほしい、そうすれば幸せになれるとか、そういう感じなんです。そういう曲の、そういう内容の曲をお送りしたいと思います。じゃあよろしくお願いします。Please come home for Christmas. One, two, three, four. So won't you tell me you'll never more.
Christmas and New Year, we'll find you home. There'll be no more sorrow, no grief and care. And I'll be happy, happy one setting. Send salutations. Sure, there's a sunshine above, but this is Christmas. Yeah, it's Christmas, my dear. It's a time of year to be with the one you love. So won't you tell me you need them all on Christmas and New Year? We'll find you home. There'll be no more sorrow, no grief and care. Yeah, I'll be happy, happy once again. And I'll be happy, happy once again. And I'll be happy, happy once again. はい、どうもありがとうございました。非常になんかブルースっぽい曲で、ブルースっぽいってブルースな曲なんですけど、2人だけのクリスマスって曲をお送りしました。この後はですね、ちょっとガラッと変わりまして、スタンダードの有名な曲なんですけど、ザッツオールという曲です。ザッツオールについて何か説明お願いします。これ1953年にナット・キング・コールがレコーディングして甘い雰囲気の曲でこうやったんですけども、1959年に、ボビー・ダーリンっていう人が結構人気のあるアレンジを打って世に出して結構人気になったって言われてます。でこのボビー・ダーリンっていうのは1936年生まれなんですけど、確か37歳ぐらいで、親族病で死んじゃって、その後はいないっていうか、いろんな曲をマック・ザ・ナイフだとかいろんな曲出してこう人気あったんですけど、若く死んじゃった人が歌った曲です。でこの歌詞の中に、They world give you the world for a toy っていう、なんかおもちゃのためなら全てをあげると言った人がきっといますみたいな歌詞があるんですけど、これは非常に甘いムードでいいんですけど、遠いっていうのはいろんな意味がありまして、ボーイ遠いっていう言葉があるんですけども、性欲の対象とされる通常若い男性のことをボーイ遠いっていうんですね。だからちょっとこう意味深なところがある感じがします。まあ以上です。いいんですか。はいはい、ありがとうございました。じゃあ、That's All って曲、これ難しい曲なんですよね、すごい。なんで春ちゃんこれ選んでしたの。いい曲ですよね、素晴らしい曲です。それじゃあお送りします。Can only give you love that lasts forever, and I promise to be light time you call. And the only high I want for you are you alone. That's all. That's all. I can only give you country or springtime.
and I'll fatter when the rivers begin to fall, and the lovers burning light who wonder what tonight. That's all the idol I am sure who I told you the book if you don't what's over all I have is us to wait for you and the right I get never throw if you're wondering what line I see in retarded you'll be glad to know the mighty means the small say to me that you're the dog for now and the moon that's all that's all. もうあっという間に終わりに近いですね。いいんですか次、じゃあそれではですねラスマの曲っていうか最後の曲なんですけど今度こそ皆さんよくご存知の曲なんですけどねでも若い人は知らないかもしれないじゃあみんな知らない知ってる人は若くないかもしれないマイアミビーチルンバって曲なんですけど知らない知らないですよね知らなくてんでしょ聞けばなるじゃあそれをお送りします。あの半年ぐらい前にあのジンがお願いします。あのマンボの曲をやったと思うんですけどペルス・ブラードマンボナンバー5でプレス・ブラードっていう楽団がマンボの王様って言われてるんですけども、この曲を、演奏したのがザビアックガードって言うんですかあのこれはあのルンバの王様って言われてる楽団なんですね。で、まあ、このクガードも今死んじゃったんですけどもあの、まあ、あのルンバとしてはこの楽団がすごい最高級っていう感じで、まあ、多分ジンが選んでくれたんだと思うんですけどこれは非常にいい曲なのでぜひ聴いていただきたいと思います。ザビアクガードっていうのはよく知ってるんですけど彼が作った曲っていうのは分かってなかったです私も。で題名がルンバなんですけどまあルンバじゃなくてちょっとマンボに近いような感じでやってみたいと思います。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
out to go to Cuba. See my land at Miami Beach. They're not so very far from Cuba. Oh, what the rumba they teach. Down where the oranges are London. Down where the winter days are warm. I caught a 120-pounder. We danced in true Latin form. So I never got to Cuba, but I got all the atmosphere. Why even you were and here Cuba? They played a night right here. I said Havana for mañana. Meanwhile I will even reach. I found the charm of Havana in a rumba at Miami Beach. I got to Cuba, but I got out in the atmosphere. But even you and him, Cuba,
they play the night right here. I said Havana for mañana. Meanwhile, I will have her in my reach. I found the charm of old Havana in a Roomba at my army reach. I had a wings, I would fly every day through the sky to my army by the sea. I would save all my days for somebody who'd wait there for me. I had a wings, I would fly every day through the sky to my army by the sea. I would save all my days for somebody who'd wait there for me. どうもありがとうございました。まあフルートなんですけど、なんとなく、ちょっと今風にじゃないけど、まあまあの世界でやってみました。ありがとうございました。そんなわけで今日の演奏はこれまでで終わりにしたいと思います。最後に皆さんもよくご存知のクリスマスソングを送りさせてもらいます。2クラス目からみんな入ってもらって、just like the ones I used to know. With the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmas be white. はい、どうもありがとうございました。今日はあの
これで全て終わらせていただきたいと思います。That's all です。